頭の骨などが発見されたのは知床半島の啓吉湾の海岸線上です。行方不明者を捜索していた羅臼町の漁師ら7人が昨日、女性か子どものものとみられる頭の骨のほか、ジーンズや女性用の下着、スニーカーなどを発見しました。絶対どっかにあるだろうなっていうのがあったんで、後悔探しに行ってやっぱりあったなっていうのが本当ですよね。なんかみんな協力して探してってほしいです。まだ今年4月に起きた観光船の沈没事故では14人の死亡が確認、依然12人の行方が分かっていません。